日向坂46加藤志穂グループ卒業の影山優香を笑顔でハグ。ファン感動、尊い、良い写真すぎる。7月20日、日向坂46加藤志穂がインスタグラムを更新した。7月19日、東京国際フォーラムホール A にて、グループの一期生である影山優香の卒業セレモニーを行った日向坂46。加藤は、今回の投稿で、影、 卒業おめでとう。私たちからしたら不器用で可愛い末っ子。ちゃんとお見送りできてよかった。明日からは本当にお友達。またすぐ会うもんね。ねるちゃんもメミもマオも、影も。ずーっと12人のひらがなけやき一気セーダーとコメントすると、赤いドレス姿の影山を抱きしめた笑顔ショットやピースショットなどを公開した。 この投稿に対して、ネット上では、良い写真すぎる、うーん、尊い、二人ともすごくいい笑顔、素敵、可愛い妹ちゃんだね、大好きだ二人ともなどの反響があった。日向坂46の人気メンバーであり、フィフスシングル、君しかかたん、ではセンターを務めた加藤。6月20日には、自身の熱い希望によりハワイで全編取り下ろしが行われたファースト写真集、シャープ会いたい、が発売された。